ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がこちら、2016年式レンジローバーイボーク SE プラス、こちらをご紹介させていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やってまいりました。いじり物、いじり物ですね、はい、やっと入ってきましたね。かなりいじってますね今回これ。そうですね、はいはい、そしてなんと今回こちらの車ボンドグループではい、カスタマイズした車ということで、はいはいはい、そうですね、ちょっとその辺の詳細とか、はい、もうしっかりこう分かるという細かいところね、はいはい、そうなんか取り付けも もちろん自信を持ってお勧めできる、はい、そうですね、はい、そんな一台をお届けいたします。まずそのイボーグなんですけど、はい、まあ、グレードとして、まあ、一応ベースは結構あるんですけど、はい、SE、SE プラス、はい、HSE ですよね。ですね、で、はい、ダイナミックでしたっけ。ダイナミック、はい、バイオ、オートバイ、オートバイオ、はいはい、というのがあるんですけど、はい、まあ、基本的にはもうオプション装備が上がってるか上がってないかというところの違いにはなっています。で今回は SE プラスなんですけど、はい、まあ、ここまでドレスアップしていると、はい、まあ、グレードは何だか分からない、不明です、分からないぐらい、はいはい、じゃベースとなってるのはまあちょうど中間ぐらいの、まあ、はい、じゃあ中間というか SE が一番ベーシックなんで、はい、エントリー、はい、のプラスなんで、はい、まあ、必要なものが、はい、一通りついた感じ、ついてますよっていう感じですね、はい、まあ、そこから上がってくると本当にここが黒になったりとか、こういう色がまあまあ変わったりとかっていうところなんで、そこら辺はもう逆に SE プラスを買ってドレスアップっていう方が、あの、なんですか、お得というか、まあ賢いというか、そういういじり方なのかもしれないですね。ミニでいうところのクーパー S を買って、結局結果的にジョン・クーパーみたいになっちゃったみたいな。違う。それまた違いますか。まあちょっと違うと思うかな。まあでもそういうことですね。まあまあそういうことです、はい、そういうことです、はい、エンジン変わらないから。ああ、そうなんですか。え、グレードでエンジン一緒なんですか。同じでしょ、変わらないと思います。あ、そうですね、2.4 のディーゼルとガソリン、まあ、ディーゼルと、ね、ガソリンももちろんありますけどね、はいはい、そういったところはあります。そうか、メカニカルなところは基本的に変わらないで、変わらないんで、外観とその内装の防火パーツ、はいはい、とか変わってくるんで、快適性なんか違ってくると、はい、だからね、さっきの話でクーパーとジョン・クーパーだとちょっと、はい、はいはいはい、あ、そうですね、そうするとだいぶ違っちゃいます。そうです、はい、あ、そういうことなんですね、はい、なかなかこうグレード名に馴染みがないんで。そうですね、はい、どれがどのポジションか分からなかったんですけど、はい、そういうことなんですね。そうです。そしてじゃあ前回りから見ていくと、はい、まあ、エアロ今回ついてるのがもう、はい、ハーマンです。ハーマンですね、はいはい、ハーマンスタイリングっていう感じですかね。そうですね、もうほぼコンプリートカーに近いような、はい、近い形になります、はい、ハーマンとかは詳しいんじゃないですか。ハーマンはそんなに詳しくないです。そうですか。ただ、まあ、若干はもちろん知ってます、ね、はい、ミニもね、ドイツも、はい、もう老舗中なんですね、はい、あ、そうです、そうです、ミニもあります、はい、あります、ね、まあ、BMW なんか結構有名ですけど、そうですね、はい、他にもいろいろフェラーリとかポルシェとか、うん、はい、まあ、いろんなのが出てるっていう、はい、まあ、そもそもなんかレースから走りなんですね。そうですね、はい、はい、なんかいい、ハーマンの僕あのカエルがよくわかんないですね。カエルってなんですか。ハーマンのカエルのマスコットありますよ。あのなんかチェッカーフラッグがそう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 、はい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 、あの由来知ってますかって聞こうと思ったんですけど、いや、わかんないですはい、わかりました。じゃあ次行きましょう。はい、で、まあ、フルフルでバンパーがついてて、はい、あとはこの辺なんかもじゃあ塗ってある、ね、塗ってますね、はい、ブラックパックレンジなんかはなるんですけど、はい、やっぱりここら辺黒く塗ってますね、はい、こういうところ、グリルだったりとか塗ってますね、はい、確かにこうザラザラのパーツ全然ないですね、はい、ないですね。僕勝手なイメージ、そのイボックって言ったら、はい、このなんていうんですか、プラスチックのザラザラのパーツが至るところにこう、はい、下回りとか特についてるイメージですけど、はい、もうそういうところが一切ないっていう、はいはい、このダクトもグリルも、はい、ブラックでリップの真ん中も、はい、全部ペイントされてるという、はいはい、そしてなんか一体感いいですね、やっぱりチューナーだけあって。そうですね、はいはい、なんかあんまり後から取ってつけた感がないっていう、はいはいはい、非常にまとまりがあ まります、はいはい、そしてナンバーベースなんかもしっかりボディ同色で、はいはい、これのドレスアップはうちのボンドボディでやらせていただいてますんで、はい、あんまりクオリティについていいですねって言っちゃうと自画自賛になっちゃうんで、はいはい、あんまり言わないですけど、いや、いいです、そうナンバーベースとかもちょっと抜かりなく、ナンバーベースってやっぱり結構ここら辺って塗らないじゃないですか。そうですね、そうですね、はいはい、そこはちゃんとしっかりと抜いてますので、はい、やってます、はい、そして出ました、ね、はい、迫力の22インチ、はいはい、これもハーマンの、はいはい、割と定番のというか、そうですね、ハーマンといえばキャリパーも塗ってますかね、はい、はい、ですよね。でちゃんとイボークのロゴも入れて、はいはい、ツヤツヤに、はい、なってます。そしてなんか僕メカ的視点で言うと、この車すごく走ってないんですよね。走ってないというと距離を距離走ってます、はい、もう全然ローターも減ってないっていう、はいはいはい、
そして足回りもホイールも全然汚れてないっていう、はいはい、もう本当にピカピカなお車でございます、はいはい、そしてこの辺も塗ってるんですか。塗ってますね、はい、はい、あ、じゃあ本当にザラザラのパーツほとんどないんですね、はい、ないです、はい、でこのカーボンはうちのオリジナルのパーツのパーツが入ってます。なるほど、はい、そして横上行ってルーフですね、はいはい、これがルーフはマットブラックに、でラッピングしてます、はい、こちらの方ですね。なるほど、こうアクセントとしてこう、そうですね、はい、塗るわけですね、うん、そして横すごいですね、エボーク、こうこういうね、イボーグの独特のこういう流れ、後ろに下がってて、はい、ボディは後ろに上がってって、はいはい、窓がこのスペースしかないっていう、はあ、サイドスカートも入ってますね、はい、あ、サイドもハーマンのサイドスカートですね、はい、この辺は塗り分けして、そうですね、はい、の中のこの上下だけをこう塗り分けてるっていう、はいはい、なるほど、これ結構低く見えますね。そうですね、はい、ボリュームあるんで、はいはい、実際そんなに下がりすぎてはないんですけど、はい、ボディがすごく低く見えるんで、かなりスタイリッシュな印象です、はい、そして後ろに回っていくと、はいはい、後ろも前に習って同じように、はい、まあ、至る所が塗ってあったりとか、ブラックに塗ってありますね、はい、なるほど、そして後ろ特にこのなんていうんですか、スポイラーというか、はい、まあまあそうですね、ここは大きいんで、はい、ラッピングしてる部分のこの主張がすごいです、はいはい、なるほど、でこのやっぱり、はい、あえて黒にしないっていうところが、まあ、はい、こだわりなのか、非常になるほど、いいアクセントになってる感じじゃないでしょうか、うん、ね、はい、この辺のエンブレムなんかも塗ってあるんですね、はい、塗ってありますね。なるほど、ただ僕ちょっと一瞬思ったのは、はい、マフラーはちょっと寂しいなっていう、わかんないですよ、これ社外に、ね、他に交換する術があるのかどうかもちょっと調べてないんで何とも言えないですけど、はいはい、なんかちょっとこの外観 の, このコンプリート感からすると、もうちょっとこう、はいはい、マフラー出口迫力あってもいいのかなっていう、いいかなって思いますね、はい、ただ次 それは次の方のための、はいはい、お楽しみで、お楽しみで取っとくとこということで、はいはい、まあ、でも全体的なまとまりはやっぱりさすがっすね。そうですね、はい、まあ、でもイボブはいじるって言ったらやっぱり代表格じゃないですか、はい、ハーマンが。あー、なるほどなるほど、なるほど、うん、うちもやっぱりドレスアップ入ってきてるのはほぼハーマンですね。はいはいはい、はいはい、非常に人気もありますし、人気もありますし、はい、まあ本当に安定したメーカーなので、はいはい、皆さんやっぱお勧めしやすいんじゃないかなと、はい、でハーマンだとワイドボディもあるんですよね。ありますね、はいはい、で今回ご紹介させていただいたのはナローボディの、はいはいはい、まあ、標準の、でも、はい、でもここ見てね、ライン見てもらうとワイドボディじゃなくてもでもワイドに見えますよね、ボークってこうブワーって出てるんで、はいはいはい、でも十分じゃないかなと、はい、これワイドボディにしたらどんだけ出ちゃうんだよっていうぐらい、はいはいはい、かなりこれでも迫力がある、はい、そしてやっぱりチューナー引っ込みすぎず出すぎず、はい、もうつらつらな感じで、はい、いいですね、デザインも完璧です、はい、はい、なるほど、よろしいかと思います、はい、いいですね。え、これってそのボディサイズ的にはコンパクト SUV になるんですか。もうコンパクトですよ、はい、ラグジュアリーコンパクト SUV、はい、っていう感じでいいんですか、ね、はい、でも本当に、もう小、はい、コンパクトの方ですね、まあ、SUV 小中大っていう小中大、はい、小の方です、ショーの方です。あ、はい、なるほど、はい、だから、まあ、乗りやすい感じになりますね、はい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 、取り回しもしやすい、はい、ただ迫力はもうコンパクトじゃないですね、はい、迫力はそうですね、はい、なんかもう塊感もすごいし、はいはい、もうまとまりがすごいです、はいはい、じゃあ次はトランク、はい、トランク、はい、行ってみましょうか、はい、自動もオプションで装備されているので、はい、OK ですね。しっかりこの辺やっぱり電動で閉めるのも当然ついてるんですね、はい、あ、でも割とコンパクトと言いつつも広いですね。そうですね、はい、これでもゴルフバッグは厳しいんじゃないですかね、クラブ入れちゃうと。ちょっと横があんまりスペース取られてないですよね、うん、特にそっち側もえぐったりはしてないんで、ちょっとこれだと逆に積んでこっちにクラブを逃がす感じでしょうか。こっちこう、はい、それもやっぱりきついですかね。きついと思うよ。あ、意外にじゃあ幅は、はい、そうですね、ない感じなんですね、はい、やっぱサイズがね、はい、他の同じクラスのものと比べたら、はい、なんかでも広く感じますね。何ですかね、開口部が広いからじゃないかな。あ、でもしっかり倒すのは倒せるんですか、うん、倒せる、もちろん倒せます、はい、じゃあ、まあ荷物積むときは、はい、リクライニングしてもらって。そうですね、リクライニングじゃないや、こういった形でトランクスルーにしてもらって、はい、ああ、なるほど、やっていただいても、はい、あ、これ逆になるのかな、ちょっとあれですけ ど、はい、こっちえぐってほしかったですね。これでも、ね、どうなんですか、これ。そうですね、もう蓋しちゃってるんですね。すあ、なるほど、
サイズ感的に十分だと思いますよ。はい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 、まあ、ちょっと長物はやっぱり倒したりとかっていうのはしないとですけど、はい、意外に奥も縦も僕は結構あるなって今感じたんですけど、まあ、本当はここ反対側もグイってなってると良かったですね。迫力がボディにあるので、はい、あやっぱり広いってイメージがあるんですけど、いやもう十分ですよ、十分なんですけど、そのイメージが、はい、あ倒すともう全然、はいうん、なるほど。そしてこの下はスペアタイヤが、はい、しっかり入ってる。割と珍しいですね、最近の車にしては。なんかこうスペアタイヤが積んでる。最近なんかパンク修理キットばっかりじゃないですか。あそうですね、はい、意外にスペアタイヤが積んでる。でもやっぱり一応4駆というか、はい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 、そういう SUV なんで、はい、アクロバットのとも考えたらスペアアクロバットオフロードじゃないですか。いやでも本当にオフロード性能も結構すごいんですよね。そう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 、はい、だからそういうのあるんでやっぱりちゃんと積んどかないとダメなんですか、はいはいはい、そういうことなんですかね。多分だ僕もちょっとだけこう、はい、下調べした限りだと、はいはい、意外にこうなんていうんですか、オンロードで使われてるのほとんどかなと思ったら、はいはいはい、意外なんかこう、はいはい、山の中を走ってる絵とか、はいはいはい、こう水にこう、はい、入っちゃってるような絵が結構出てきたんで、はい、オフロード性能もやっぱり、うんはい、レンジローバーだけあってそうですね、はい、抜かりないと、抜かりないと、はい、なるほど。はい、じゃあ続いてちょっと内装も見てみたいと思います。じゃじゃじゃどうぞ。あ、意外になんかまとまりいいっすね。まとまりありますよ、はいはい、真っ黒だけど、はい、ちゃんとステッチも入ってて、はい、これシルバーのステッチですか。そうですね、はい、こういうところも気を使ってますよね。はいはいはい、はい、この辺もグロスブラックになってたりとか、はいはい、このスピーカーのグリルもちゃんと、はいはい、サテンのシルバーですかね、はいはい、なってたりとか、はい、そしてシートは全面パンチングで、はい、なんかこうクッションとかちょっとボリュームある感じですよね。そうですね、はい、ちょっとゆったり座れそうな、はい、ちょっとぜひ座ってみてください。はい、ちょっと乗ってみていいでしょうか。はい、はいはい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、よいしょ。うわーもうめっちゃゆったり。なんか意外や意外ここがちょっとボリュームがあるというか盛り上がってる感じで、ちょっとあんまり他にない座った感じです。そして調整は、はいまあ、一通りフルパワーで、はい、ついてますね。はい、この内装のこのパーツは、はい、うちのオリジナルパーツのカーボン。ああそうなんですね。こっちのこのコンソールが、はいはい、あとここのカーボンで、はい、ああなるほど、はい、いやこれでだいぶ高級感ありますね。ありますよね、はい、これは本当に今お乗りいただいている方でも全然、はい、あこういうパーツがありますので、はい、あるんでおすすめということで、はいはい、なるほど。こことこっちですね。はい、はい、なるほど。でステアリングからいくと、はい、なんかもうレンジローバー、はい、レンジローバーなステアリングですよね、はいはい、独特なちょっと形の、はい、でちゃんと黒ステッチで、はい、これダッシュボードも黒のステッチなんですね。そうですね、はい、反射しないようにですかね、はいはい、そして、まあ、一通りオーディオと、はい、メーターとかメニューの、はいはい、あとこの辺も快適装備も一通りついてますね。ちょっとオンにしてみていいでしょうか。どうぞ、はい。あーなるほど、定番のアナログですけど見やすい感じで、はい、サービス必要で出てます、はい、これはサービスの時期が過ぎてるからですね。そうですね、なるほど、はい、あとここの、はい、ナビゲーションの方も、はい、後期になるとここは広くなってますんで。あそうなんですね、ここですね、はい、そんな違いもあるんです、はい、これこっちに変わんなって、まあ、まあ以前でもあれですけど、はい、この形になってからいろいろ消しちゃった。いや違うんです、ちょっとこのエンジンがうるさいかなと思って、はい、あの、はい、機能がナビなんかも非常によくなってます、ね、え結構良くないですかナビ。いいですよ、はい、ピーコン言っちゃうから。え全然いいじゃないですか。いいですよ、はあ、今と変わらないですよ。いや意外にレンジローバーはナビどうなのかなと思ったんですけど、あえこれもできるんですか。全然全然いいじゃないですか、はあ、えでテレビもついてるんですか。テレビもついてます。で Bluetooth もついてるんですか、ね、はいついてます、はい、え全然いいっすね。全然いいっすよ、はあ、でカメラもついてると、はいえ360カメラは360、あ今ドアが開いてるからこっちが映るの。それつけます。え全然いいですね。全然いいですよ、うん、はい全然いいですよ。でもう本当に、はい、
小島さんがさっきからその僕が真ん中ぐらいのグレードかなと言ったら、いや SE プラスでしたっけ、はいはいはい、そんなに真ん中よりちょっと下ぐらいっていうから、その辺も省略されてるのかなと思ったら、はい、全然イボーグ舐めんなよっていやもう スタート地点がレンジローバーでした、はい、すごい。そしてオーディオなんかはもう、はい、使いやすい感じですかね、はい、もう分かりやすいレイアウトで、これシフトいいっすね。シフトね、はいはい、シフトをこれオンにすると出てきます。出てくるんですね。ちょっとかけていいでしょうか。そう、わあ、こういうギミック好きなんですよ、はい、こう出てくるやつがあるじゃないですか、はいはい、スピーカーとか、はいはい、でこれで回してシフトチェンジっていう、はい、ちょ、でも意外に使いやすそうです、うん、はい、そしてちゃんとこうハーマーになってるっていう、なんかこう外装をコンプリートにする上でこう内装のちょっとしたこのパーツって重要じゃないですか、うん、はい、乗っちゃったら見えないじゃないですかハーマーにしても、はい、でもこういうところするとやっぱり気分が。そしてこの辺の SUV 装備も充実してるわけですね。してます、はい、そこがやっぱりさっきのね、はい、あのイボーグの本気を。なるほど。え、これマウスか。イボーグ、イボーグです。クですね、はい、イボーグです。でドリンクホルダーと小物入れと、はい、小物入れっていうかこれあれですかね、灰皿がスモーカーパッケージかなんかで作るんですかね、はい、でアームレストの中はめちゃ狭いですでも一応 USB がついてて、シガーがついてて、まあまあちょっと小物ぐらいは入るんじゃないでしょうか、はい、今回の車はレーダーとドラレコ、ドライブレコーダーも、はい、装着されてるみたいです、はい、じゃあもう何もいらないですねもう何もいらないですね。いらないです、はい、ドラレコもレーダーもついてて、はい、後ろどうですか。後ろいいですね、割となんか広そうです、はい、あのこのこれですね、パノラマルーフ、はい、これですね、これ開放、開放感がめちゃくちゃ広く感じる原因は、はいはい、飽きはしないんですね。飽きはしないです、はい、すごいもう全面ガラスじゃないですかこれ。全面ガラスです、はい、はあ、いやいい感じですよ、はい、ちょっと僕も後ろ乗ってみていいでしょうか、はい、はい、でしょ。っていうか思ったんですけど、ちょっと乗る前にシートなんかこう結構傾斜ついてません？お尻下がりじゃないですか。そうですか、はい、なんかそんな感じがします。座った感じはそんな気がしませんよ。あ、そうなんですか、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。ああ、まあ、意外に前後はないんですね。そうっす、はい、スペース的なのは広さは感じないですけど、はい、なんかこう包まれてる感があって、ちょっと落ち、ちょっとホッとするというか落ち着き感じはしますよ、はい、いや、この上がいいです。上が最高です。やっぱこのルーフの影響ってかなり大きいですよね、はいはい、一回閉めてみる。え、シェードがあるんですか。これシェードありますよ。まあそりゃそうですよね、シェードなかったら。シェードなかったら大変ですあ、この巻き取るタイプのちょっとこう柔らかいシェードなんですよ、やっぱり、はいはい、わー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 、全然ちょっと雰囲気変わってきません。いや全然違いますね。全然違います、はい、まあ、これはこれでいいんですけど、はい、さっきのやっぱ開放感と全く。確かに。開けましょう。開けましょういや、開けてるとすごく不思議な感覚がします。あ、そうですか、はい、広、広っていうか広く感じます、うんうん、全然圧迫感がいいですね、はい、で意外にこの窓全然高さないんですけど、はい、その上に対するなんか、はい、まあ、そのルーフのせいもあるかもしれないですけど、はい、天井の低さというか、はい、ないですよね、上下のない感じは全然感じないですね、うん、ですね、はい、はい、それよりかもなんか前後のちょっとスペースが少しタイトな方が十分ですね、はい、まあ、もう普通に乗れますけど、はいはい、意外にこうボディのイメージからするとなんかちょっとちっちゃい感じがしね、ワイド&ローみたいな感じで、はい、もうちょっと長さあるんかなとか思いきや、はい、意外に前後方向はスペースがちょっとタイトで、意外に低いと思った上下方向が、はい、意外にスペースがあるっていう、はい、なるほど、そう、はい、そう感じました僕は。もうちょっとここ欲しかったなっていう。いや、これだからコンパクトだからなんか必要なもんちゃんとついてるし、いや、びっくりしたのはそのナビとか、うん、はい、もうちょっとそのレンジだしっていうかイギリス車だし、はい、もうちょっとナビがこう要改善かなと思ったら、ナビ全然使えるじゃないですか、はい、内装外装こんな感じでしょうか。そうですね、はい
ちょっと続いてちょっとボンネット見てみたいと思います。ボンネット見る、はい、ボンネット見ましょうよ一応、はい、なんかそういうので見られちゃう、そういうの見られちゃうとさ、なんかさ、もうさ、僕メカですよ、えっつって、これボンネットどうやって開けるんですか。反対ですよ。え、反対なんすか。いや、全部イギリスは全部こっちです。え、そうなの。そうですね、だってミニだって最初こっちだったじゃないですか。こっち行って、こっち行って、こっち行ったっす。だから BM になってこっちみたいな感じでしょ。もともとはこっちじゃないですか。あ、そういうことなんですか。カットでカットで、これのカットで、この前のレンジで同じこと言ってました。学習しない、ここ絶対使う、学習しない男なんでカットで、絶対使うよ、カットで絶対使いましょう、はい。エンジンが、もう僕ちょっとエンジンはちゃんと勉強してきました。どうぞ、はい、2リッター、はいはい、のフォード製というか、はい、フォード系のエンジンなんですよね、はい、だから割とエンジン信頼性も高くって、はい、ミッションは愛信性の急速オート、はいはい、だからメカニカルの部分に関しては信頼性かなり高いと、はいはい、でもちろん馬力が240馬力、はい、なんでものすごくパンチがある車かっていうと、はいはい、もちろんそうじゃないんですけど、はい、まあ、このコンパクトなボディだったら全然十分の、はい、まあ、エンジンじゃないでしょうか、はいはい、先週、おとといぐらいに撮った、うん、ポルトフィーノのエンジンだよね。うわーって言ったんですよ。さっき最初出始め見たけど、もうちょっと見たけど、本当に僕はカーズの人にお願いしたい。ちょっとバランスを取ってください、紹介する車の。最初のなんかこれじゃおかしいじゃないですか。だって最初の紹介した時に、あのポルトフィーノ紹介した時に、はい、もうこんなすごいですねってこうやって動いてたの、はいはい、全然テンション違うよいやもうちょっとバランスを取ってください、紹介する車の。僕もその全部こうできないです。土パフォーマンスダメですよ。かっこいい、これ欲しいな。かっこいいですよ。でもかっこいいですよ、欲しいな、はい、うん、はい、正直これって例えばこのネジのこの一方奥って、こう他とな、何とこう皆さんこう比べられたりするんですか。 X3 とかですか。 Q5、 あ、 Q5 じゃない、 Q3 とか、 X1 とかなんですか。 X1 とかじゃないですか。 X1 ですよ、サイズ的に言えば。なるほど、はい、え、そんなにちっちゃ、あ、そっか、 その車に何を、お前は何を言ってんの何をその比較対象として。失礼しました。それは多分こうボディがこうかっこよすぎてね、かっこよすぎてとか、もう迫力ありすぎ、はい、X1 でこんなんないじゃないですか。ないですね、はいはい、だから最初多分これノーマルの状態を、はい、紹介っていうんだったら多分まだ良かったと思うんですよ、はい、でも結局これノーマル見たら、はい、ノーマル見てこっち見たらテンションって全然違うと思いますよ、全くもって、はい、ノーマル結構本当に素地のパーツ、いや、ちょっとちょっとそうですね、はい、なるほど、ちょっとまあ残念な箇所多いですよね、ノーマルだと、はい、もうちょっとこうしたいなっていうの多いですけど、はい、はい、だって結構カスタマイズしてますよね。してます、してます、はい、だってトータルでやったら100万は超えますよね。余裕ですよね、多分、はい、バンパーと前後バンパーとサイドスカートと、うん、だってペイントもこの辺も全部塗ってあるわけですもんね、はい、ちょっと店頭周り見えますか。店頭周り行きましょうか、はい、ちょっと続いて店頭周り見てみたいと思います。デイライトついてます、はい、あ、これデイライトなんですね。デイライトです、まはい、なるほど。はい、これ一応スモールですね。デイライトが暗くなって、このヘッドライトのチューブが光るって感じですね。はい、でロービームがプロジェクターが光って、ハイビームそのまま上に持ち上がる感じでしょうか。はい、でウインカーお願いします。あ、ウインカーがミラーとヘッドライト脇が、はい、このデイライトの上はフォグランプですかね。はい、フォグランプがここは光る感じです、はい、続いてちょっとリアも見てみたいと思います。あ、リアなんかちょっとフロントと衣装が似てる感じで光りますね。はい、ブレーキはちょうどこれが明るくなってハイマウントと、はい、でウインカーはここの真ん中が光る感じでしょうか。でバックフォグがバンパーが左右、そしてバック行けますか。あ、バックはやっぱりこの真ん中中心が光る感じですね。ありがとうございます。あ、今回マフラーノーマルということで、はい、排気音ブーンみたいな車じゃないですからね。じゃないです、はい、はい、小島店長、シートベルトしてもらっていいですか。いやでもちょっと僕から一言言わせていただいてもよろしいでしょうか。どうぞ、はい、
これはちょっと目がバグります。だって車検証さっき見たらめっちゃ車ちっちゃいじゃないですか。小さいで大きく感じるんですよ。なんか小さいって言ってるじゃないですかいやこのサンルーフとなんかこのエアロの迫力で本当に車めっちゃ大きく感じますよ。だって本当にクロスオーバーと20センチぐらいしかかからないなんて思えないですよ。だって冷静に見るとトランクとかめっちゃ短いですよね、うん、じゃあ今回もはい土パフォーマンスが試乗ということで、はい、白とインプレッションをお届けします、うん、はい。まあ、決してね、何ですか、アンテンション上がるというか安定の、うわーすげえこれっていう車ではないですね、はい、でもこれ足回りかローダウンしてるんで、はい、なんかハーマーのダウンスプリングが入ってるってことで、はい、それでこの安定の乗り心地、あ、まあ結構ストローク多分あるんで、はい、そんなに悪くなってないんじゃないかなと思うんですよね、はい、ちょっとじゃあいつもの試乗コースを、はい、あ結構パワーありますね。ちょっとレーダー切りたいし、小島店長、レーダーを切りたいです。あのタッチパネルして音量を、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、音量を下げましょう。 OK です、はい、え、なんかすごく本当にニュートラルっていうか、うん、とっつきにくさないですよね。全然ただちょっと一点だけいいですか。足回り、足クレストがちっちゃい、あ、はい、僕のこの横幅がある足だと足が全部乗っからないです、はい、半分ぐらいしか乗っからない。ただなんか全然ブレーキもアクセルも、はい、っていうかこの辺のレバー類も、はいはい、普通に自然に、はい、操作できます。横をつけましょうか。ありがとうございます。ちょっとあの音声に影響が出ない程度でお願いします。ちょっと弱めで全然、はい、OK です。あーいいですね、青です。あ、先生今回動揺してますか。してません。これあ、でも、うん、これダウンスプリングなら結構乗り心地いいですね。結構ってことですか。引き上げ感はないです。いや、これでも本当に分かんないレベルですね、はい、多分これ奥さんにこう車庫端を渡しても怒られないで済むパターンですね、うん、って言って、ノーマルは乗ったことないですけど、そして開放感がすごい、開放感がいいですね、はい、今日もいい天気で本当になんかカブリオレ乗ってるみたいじゃないですか、はい、あ、カブリオレあるんですよね。そういえばあります。あれカブリオレになるともれなく3ドアですよね。3ドアです、ですよね、はい、これでカブリオレってどうなんですか。わかりますか。車的に他にないじゃないですか、類を見ないじゃないですか。類を見ないですね、はい、まあでも乗り心地とか乗り感じは変わらないですよ。へえ、 SUV でカブリオレもいいですね。弾数少ないですよね。少ないですね、うん、どうですか。いや意外にしっとりな乗り心地です、はい、乗り味も。そしてトルクが、あ、なんか240馬力ですか。本当にめっちゃパンチありますよ。なんか下からこうグワーッと湧き上がる感じではないですけど、はいはいはい、ちょっと回してパワーが出る感じですけど、はいはい、めっちゃパワーありますよ。車軽いですか。割と、いや、そんな軽くないですよ。なんか軽く感じます、うん、だって幅は、言うても幅は1900ありますからね、はい、1900あるんですか。あります、あります。へえ。だからなんかさっきから言ってるその迫力感っていうのはやっぱ幅があるから、はい、あー、そこから来てるんですね。そこから来てます。幅があって今回エアロもつけて、ね、サイドも同色塗ってたりとかしてますから、はいはいはい、そういったところでやっぱり。なんでこれノーマル一番最初にしてくれなかったんですか。いや、ノーマルだと申し訳ないですけど、あんまりそのボンドチャンネル的にまあ、ご説明するそうです、ね、ところが、まあ、ちょっと乏しいかなと思うんで、ちょっとじゃあちょっとだけちょっとペースダウンして、ちょっと踏んでいいですか。どうぞどうぞ、はい、ちょっと前に車がいるんで、はい、ちょっと車間を取りまして、はい、わー、いい感じです。十分ですよね。十分ですね、はい、だこのサイズなんで、はい、そのまあ本当に贅沢を言うんだったら、はい、むしろ贅沢ですよ、もうお金とか別にスポーツカーを1台持っててこれを足で持ってるとか。あ、なるほど、はい、すごい贅沢ですよ、はいはいはい、いや、これだけでももちろんいいんですよ、はい、これでご家族で乗られてる、はい、ね、もういいですし、はい、でやっぱりちょっとこう人と同じじゃなくてノーマルじゃ、ちょっと寂しいなっていう方には
いやこれは外観のインパクトは本当にすごいですよ、うん、いいと思います。ちょっとこの間紹介したGLC63 みたいに、はいはい、こうハンドル握って楽しいアドレナリンが出るぜっていう感じではないです、はいはいはい、だから前その前やった クラブマン、はい、その安定の、はいはい、いつも行く確かに、ね、確かに安定の定食屋さんの安心感、はいはいはい、うん、そうですね。いやでもそのね、その安心感って言っちゃ失礼かもしれませんよ、はい、イボーグに。本当にいやいい感じですよ、安定ですよ。突出した車がね、どうしても多いですから。まもなく料金所です。いや本当にでも車軽く感じますねこれ。いや本当にでもあのツッチ車買おうかなシリーズじゃないですけど。いやこれぶっちゃけね、もうこれね本当にね自分でもね、はいはい、買おうかなと思ったぐらいです。いいっすね、距離薄だし、うん、だって7000キロっすよ。ちょっともう一周行ってきましょうか。おかわり。はい、おかわりちょっとお願いします。でもいいね、価格帯でも値段もそんなに落ちないですし。確かに、うん、残ってますよね、イボ。残ってます、うん、ちょっとこのウィンカーの音とかなんかこうないじゃないですか、国産車とかドイツ車には、うん、イギリス車のなんか、イギリス車ってちょっとこうなんていうんですか、ちょっとこう敷居が高い感じとか癖が強い感じとか、うん、とっつきにくいっていうイメージないですか、うん、そんなことないですよね。いや最近ちょっとそうでもないんだなっていうのが最近分かってきたんですけど、うん、車両紹介させてもらって、うん、ただやっぱり初めてこう見たり触ったりする車だとどうなんだろうと思っちゃうんですけど、なんかすごく乗りやすいですね。イメージちょっと変わりますよね、うん、こんなにニュートラルだと思わなかったです、はい、なんか本当に仙台G クラスの方がよっぽどなんか癖が強いですよ。ああ、そうです。いや、いい感じですよ。でもあのウィンカーの音いいですね。あれジャガーでしたっけ、もっとウィンカーの音がなんか特徴的なポクポク言ってるの。ああ、そうですね。ですよね。でもまあベースはね、ジャガーランドローバーなんで。ああ、なるほど、はい、最近の車には珍しい、なんと CD が入るっていう、はい、最近、まあ最近って言ってもね、これもめっちゃ先代ですからね。まあ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 、はい、でも今 CD 入る車ってほとんどないじゃないですか。いやいや、まあちょっとその僕たちが使ってる市場、中古車市場からするとまだある方が多いですよ。本当ですか？ミニに慣れてるからですよ。ああ、ミニって結構早々に、ミニはもともと早々になくなりましたね。なくなったんであれですけど。はい、けどやっぱり CD 聞きたいとかって言われますもん。いやでも CD つけますよね。うん、前先日納車した人も CD つけましたし。ああ、電気を。これってモード切り替えとかついてないんですか？モード切り替えはついてないですね。いやいや、パドルあるからついてるはずですよ。あ、そうか。これ S にすればいい。 S、 え、 S でだいぶ違うんですか？変わりました。変わりました。わあ、わあ、いいっすね。 S 引っ張って、はい、そこに、ここにも S って出ました。ああ、なるほど、そういうことですね。ちょっとあの引っ張り気味に、パドルでも、はい、引っ張り気味になる感じですね。 S ってどういうんですか？あ、 S ってこれ一回下に押して回すんですね、はい、そうするとちょっと引っ張り気味になるっていう、はい、なるほど。ちょっとパドルプラスマイナスか。え、だいぶ違いますね。急速オートマってすごいですよ。でもこの前、はい、YouTube のコメント書いてるの見て、はい、書いてもらってるの見て、はい、通勤でもパドル使ってる人がいらっしゃるみたいで、もう本当申し訳ないなと思って。いやもう本当に申し訳ないです。反省です。反省ですね。はい、はい、いろんな方がいろんなシチュエーションで使っていただいてるんで、ね、固定概念にこうね、そうですね、とらわれちゃいけない、とらわれちゃいけないなと思いました、はい、本当に。いいっすね。どうですかパドル、うん、でもちょっとちっちゃいっすもん、うん、でもなんかもうちょっとだけ継ぎ足したいっす、うん、あとはちょっとこうボタンがこう向いてるじゃないですか、うんうん、それエンジとかね、ジャガーとかちょっとこういう感じの、うん、ちょっとこの辺が癖なのかなって、うん、ここ真っ平らだったらこうボタン、はい、親指も届きやすいけど、はい、こっちをですね、こうしないといけないなっていう、
多分それはあれじゃないの、そういう逆にそういう形にしてるんじゃないかなと思うんですよ。変にこう押しにくいというか、はい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 、まあやっぱり運転の方をベースにして、まあ、この辺はそんなに頻繁に触るもんじゃないですか。ちょっとボリュームなんかは全然、でもそこのハンドルのこのこれは独特ですよね、はいはい、そうっすね、イギリス車というか、そうです、ね、ジャガーとかはドイツ車そこにないですもんね。ないですね。国によってもハンドルの考え方とか思考とかやっぱり違ってきたりする感じしますよね。いや、スポーツいい感じです。だからさ、いや意外にこのレバー類全然違和感ないのはびっくりしました。スポーツも十分走れます、ね、ただここでライトもウインカーも、うん、なんかもう集約しちゃってるのね、はい、ライトはね、まだ今もオートの時代なんで、はい、もオートにしてもらっちゃって動かさなくていいんじゃないか。この辺の操作が少し複雑かなっていう、はい、どうですか。いや、安定ですね。安定ですよ、はい、ちょっと誤解しました、僕。ある意味が期待を裏切った市場になったんじゃないですか、はい、いや、いい意味で期待を裏切りました、うん、本当に、もう本当になんか誤解してました。ボディサイズ、なめんなイボーグ、なめんなイボーグですよ。なめんな、正解です、うん、いやでもこれはちょっと視覚的にみんなこう見た目ね、もしかしたら、はいはい、もうちょっとそのなんか過小評価してる部分もあるかもしれないです、ね、過小評価で、ノーマルが過小評価されていると思うんですよ。いや、まあ、今回のじゃなくてイポーク自体が過小評価されているかもしれない、一般的な方は。そうですね、はい、だからやっぱりそのね、はい、いろいろその国産車とかもこれぐらいの価格帯で同じぐらい の、はい、あのボディサイズとかもどうしてもありますけど、はい、そこと比較してもやっぱり安全性だとかいろんな機能使い方とかそういうところでやっぱり、うんうんね、こういったところの4駆を確かに本気でレンジローバーですから、ランドローバーですから、ランドローバーやってくれるところもありますから。でもこれはでも見えないですよ、そのコンパクト SUV に。でも小さい車が好きな、で見えなかったっすもん、僕にはこの車どうですか、もうそろそろ最終いつもの買いまー、いやでも買え、頑張れば買えるんですよね。頑張れば買えますよ、頑張れば、はい、4桁いってないんで、はい、うん、この間東京展示で撮った車はもう家じゃないですか、価格が、うん、考えたら家ですよ、買えますよ、買えますね、はいはい、頑張れば、頑張りましょう、じゃあ頑張りましょう。いやでもちょっとなんかでも、はい、意外に1年後ぐらいに乗ってんじゃないの、乗ってないですよ、イボーク、イボーク乗ってっかもよ、イボーク、かぶり折れがいいっすね、僕、かぶり折れね、なかなかないですからね。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりレンジローバーイボーク SE プラスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。